パラノマサイト本庄七不思議。さあ今日もパラノマサイトを続きやっていきましょう。ジジイがねお手をどうぞってしてるんですけどさあおやり直しなさいってしてるんですけど、前回ねあのヨーコちゃんというね僕のチョキチョキな女の子はちょっと死んでしまいましてね、ちょっとね、変な男と出会ったんですよ。変なヤクザみたいな男と出会いまして、インテリヤクザみたいなの出会ったかと思ったら、急にね、あの子、今、君の好きな子ちょっと動いたんちゃうんっていう言葉一つにね、もう、スンって騙されて振り向いた直後、大きい家、正午、死亡言うて、貴様、やってくれたな。聞いてみよう。お前さ、絶対言うね。何してるんです?彼女の様子を見てあげなくていいのですか?振り向きません。振り向いたらね、大きい称号死亡って言われるんです。俺の呪詛玉を手に入れてどうする気だ。もちろん二度と使われることがないよう安全な場所へ封じます。あなたも持て余しているのではないですか。いいえ、安全に人を殺せる力など呪い以外のは何者でもない。そんな力があって使わずにいられる者がどれだけいることか。まして蘇りの手術などという見返りがあるのならばなおのこと。封じるとはどうやって。霊剣あらたかな。霊術師の先生が責任を持って封印いたします。なんかさんくせーさんくせーなー。納得いただけたならその術玉をお渡しください。してません。してるように見えましたか。納得。うさんくせーなってずっと思ってるんですよ。他の貸し主のこと、多分こいつも貸しり主だと思うんだけどな。本所七不思議の不思議の数だけ呪いがあって貸しり主がいるんだよな。他の貸しり主がどこの誰かあんたは知ってるのか。それを聞いてどうするのです。物騒なことを考えているのではないですか。いやどっちが。お前さっき大きい家正午グザンしたん知ってんぞ。知ってんぞお前がやったってことは。世の摂理に背き、蘇りの手術を求める。そんな身勝手で浅ましい心に呪いは取り付くのです。その際に恨みの記憶に触れ、あなたの心には今強い殺意が芽生えているはず。いや、殺意芽生えてんの、お前なんじゃね。知ってんだぞ。あなたも被害者です。とても危険な状態だ。早く呪詛玉を渡した方が身のためです。弓をかけても勘だやろ、知ってんぞ。取り返しがつかなくなる前。取り返しだと。そんなものもうつかなくなってるの。俺はもうなりふり構わず前に進むしかない。その邪魔をするというのなら分かっているんだろうな。大きい正吾はさ、いつの間にそんなに弓ちゃんのこと好きになったの。弓ちゃんこいつか。なんだっけ、ヨーコちゃんか、ユミちゃんお前か。ユミヨかなもんね、ごめん。シンプル間違いだ。呪詛を行使する気ですか。条件を踏まぬよう、これ以上の不用意な発言を控えた方が良さそうですね。でもこいつも知ってんのかな。こっから立ち去った途端にやられるって分かってんのかな。どうなんだろう。あの鬼火は、あっちにさっきから浮いてる鬼火みたいなものはあんたの呪いか。ずっといるよね。待って、何のことでしょう。私には何も見えませんが。え、まさかそんなはずが。あれ、本当だ、いない。さっきも言った、本当にいたんですよ。お前の嘘とは違うんだ、本当にいたんだ、ユミちゃん。なるほど、すでに他の貸し主にマークされているのかもしれません。他、まだいるってこと。でも目を離してダメなんだよね。こいつから目を背けた途端にやられるから。弓岡匠、クソ何者だ。いやこれもまだ、あ、そっか、仕事関係。え、思い出したぞ。直接会ったことはないから忘れていた。え、マジで取引先の人とか。え、ちゃんと覚えとけって。そういうの。弓岡匠、被爆者の会長秘書。被爆者、金縛り公園で大きい家たちの様子を伺っていた男。住田区の化学薬品会社被爆石鹸会長の個人秘書。会長山森夏恵を崇拝しており、絶対不事を誓っているかのような計りの忠誠心と迅速正確な業務の遂行力を見せる。山森夏恵が現地を退いてからも
会社に多大な影響を与える存在であることから裏から支えてる人物。私が最初に言ったなんかヤクザみたいっていうのは全部なしに耐えましたね。何が画面をどうだ、しらじらしい。だがこの情報があるからといって何かが変わるわけでもないか。どうなんだろう。弓岡の正体。思い出したぞ。何が画面をどうだ。今考えたんか、画面をどうにしようっていうの。あんたは俺の勤務する会社、飛躍設計の会長秘書じゃないか。何が画面をどうだ。何が画面をどうだ。ようやく思い出しましたか。会社精神の乏しい従業員で残念です。すいませんでした。確かにそのことは覚えといた方が良かったですね、僕もね。では立場をわきまえて、こちらの言うことに従っていただきましょうか。ん？断る。これは業務とは無関係。あんたにそんな権限はね、ほんとそれ。こういうね、仕事外のことでその権限出されても僕困るっていうか、しっかりしてるんです、その辺。そもそもどうしてうちの会長秘書が受賞玉なんてものを探してるの？そのように疑問を持つでしょうからあえて明かす必要もないと思っていたのですが、いいですか。我が社は昭和初期よりこの土地で共に発展し地域に根ざしてきた企業です。この地で不穏な呪いなどが広まるよう排除するのに何の不思議がありましょう。どういうものなのか。いやいや、一従業員知らずともいいことです。そのような事柄は無数にありますから。でも会社云々の話の時に呪い云々つなげてくるかな、きりなくない、そんなこと言ったら。会長は愛すべき会社のあるこの土地で厄介事を起こしたくないのです。会長ってさ、なんか山森夏江って言ってたやんか。でも退いてるっていうのを、この山森夏江にさ、こいつめっちゃなんか激なつきしとる感じするやん、この弓岡匠は、うん、どうする。山森夏江が死んでて、それこそ生き返らせようとしてんじゃねえの、弓岡。さあ分かったらおとなしく血と玉を渡してください。なんかそんな感じがするんだけど、考えすぎかな。一時的なものでいい。撤退を余儀なくさせるのに何があればいいだろうか。ピーン、あるじゃないか。あれが、あいつを撤退させる災いがある。災い、何災いって。あ、夏江いるよって言うんじゃない。あ、しまった、こうしてる場合じゃなかった。どうかしましたか。電話をした。収容がある。主訴だ、セーブだね。どうしようかな。休養がある。電話をした。でも電話はしたもんね、救急車。もう救急車云々にこいつがどうにかなる気がしないんだけど、呪詛玉を渡すは一番ダメでしょう。いや、ちょっと僕急あります。急用がある。そう言って俺が去っても仕方ないじゃないか。いや、落ち着きは俺そうじゃなくて、違うんだ。で、じゃあ電話した。実はさっき119番で救急車を呼んだ。もうじきここに救急隊が来るぞ。救急車、はい、呼んじまいました。何通るかな。いや、でも人としては正解だと思うんです。僕、救急車をね、即時に判断して呼ぶっていうことは。誰が愚かだ。こんな夜中に誰もいない場所で変死体と一緒に立っていた。救急隊から警察にも通報され、事情聴取は免れないでしょう、ね、でも俺は陽子さんのそばを離れたくない。あんたもこのまま一緒に事情聴取を受けるか。なるほど。それは困るんじゃねえのか、お前は。通報したのは間違いなさそうです。もういつ到着してもおかしくない。今はイベントごとを避けておくべき時。一旦この場は退きましょう。行け！な！呪詛行使。お切りへ勝負。貴様まさか。やった、こいつしれっとしてるけど顔。死んだ。キリエ正吾、お前さ、本当に死んだ。でも死に方が陽子ちゃんと一緒だな。
これが呪詛玉の呪いの力か。すごい。呪詛玉置いてけぼりに1%の差。え、ま、マジ？え、マジ？え、1%？ これで1%？キーへ勝負。午前2時台。錦糸町付近。なんか、キーへ勝負がさ、なんていうかこう、ちょっと怖いよね。弓岡を殺して反応があんな感じなんだ。死んだ。本当に死んだぐらいだったね。嘘お前。それから俺はすぐに公園を離れた。陽子さんには悪いが、ここで足止めを食ってるわけにはいかない。え、でもどうすんの陽子さん。遺体は救急隊が保護してくれるだろう。弓岡のものも含めて。明日にはニュースになって騒ぎになるだろうが。とりあえず朝まで安全なところに安置してもらえばいい。うん。え、でもそれさ、お前がやったってバレない。さて。早く、次の生贄を探さなければ。時間はかけていられない。夜明けまでに他の貸し主を探し出して、魂を集める。弓岡を殺して得られた再婚は、ごくわずかなものだった。ね、いっぱいあってびっくりしたよね。つまりあいつは貸し主ではなかった。え、マジ？こんな程度じゃ全然足りない。貸し主以外の魂なんて、スズメの涙のようなものだ。逆に貸し主を殺した時ってどのぐらい溜まるんだろう。10%ぐらいいくのかな。本書七不思議の呪いを受けた他の貸し主たちの居場所だが、呪いの発生が今日の0時頃だったようなので、今も活動している可能性は十分ある。まずは各不思議のゆかりの地の付近を当たってみるか。その地の当人でなくとも、俺と同じように考えた別の貸し主が訪れることもあり得るだろうし。うん。この近くの本所七不思議の地は、次はどこ？今俺がいるのが錦糸町のあたりで、まず、大横川に架かる下川橋を越えた先。ここが送り拍子、なんだったっけこれ。線路を越えて亀沢の南割下水通り周辺には足荒屋敷と消えずの行灯。足荒あったら確かに。さらに、大横川を登った宝厳寺橋のあたりが送り提灯。近いな、その3箇所。3箇所、このあたりから回ってみるか。どこでもいいの？いや、キー正吾さ、え、そんな感じなの？え、一回セーブしていい？え、なんかさ、もうちょっとさ、なんか弓岡がかわいそうなんだけど、こいつもあんまりその、なんていうの、人を殺すことについて何も考えてないっていうか。でもそれぐらい陽子ちゃんを生き返らせたいっていう気持ちが高ぶってるんかもな、こいつの中で。夜明けまでに貸主の魂を集める。必ず陽子さんを救う。まずは本所七不思議に関連する場所に行ってみよう。なるほど。え、持ち物は今、呪詛玉ぐらいか。これどこでも行っていいの？え、だったらなんか、足洗いおじさんのとこ行ってみたいの。南割下水通り。えー、なんか好きに行っていいんだ。もっと順番とかあるのかと思った。ここ、南割下水通り沿いには、足洗い屋敷や消えずの、何丼だったっけ？など、いくつかの不思議がある。大きな通りだが、さすがにこの時間だと人通りもなく静まり返っていたが、なんだか妙に暗い気がする。そうだね、街灯とかない。これはまさか。周囲、深夜とはいえこの辺りだけやっぱり妙に暗い気がする。なんか変に街灯もあるのに全然ついてないね。しかもこの感じはさっきの、いるな。待って、一回ね。あ、これ以上ここはもうぐるって見れない。街灯とかもついてる感じはしないし、そうだよね。考えてみる？まあ、目に映ってるけど、一回考えてみる。まさか、この暗さの呪いの影響、すでに何らかの条件に踏み込んでいるとか。向こうの条件がわかんないもんね、正直。これはすぐこの場離れた方がいいのか、それともこの様子を見てしっかり相手を見定めるべきか。いや、一回見てみる。いや、あそこだ。何かいる。あれは呪怨？七不思議の呪いの姿。首が、
ちぎれてるね。いる。いるぞ。この辺りに貸家主が。どこ？どっかでもこうぐるっと見渡せないんだよね。消えずの暗闘か、これは。今多分めっちゃ暗いって言ったもんね。下の方見たらさ、この話は逆にそばへの暗闘がいつでも消えていて、明かりを灯してもどうしてもすぐに消えてしまう。明かりなしそばとして伝わっている。いや、多分これのことだよな。にしてもな、この樹影が暗闇を発している。すぐに何かをしてくるような様子はない。誘ってるのかどうする？近づいてみる？このまま待ってても仕方ない。行ってみよう。大きい衣装がね、結構強い子だっていうことを把握できたから、行ける時にはもう行ってみよう。なんか刺してる？自分で刺してる？え、誰？え？しまった、なんだ？呪いの力じゃない。誰かに引っ張り込まれた。くっついて。ここに投げられたのか。ここは建物の中。え、物理攻撃？やめてよ、それ負けちゃう。真っ暗闇だ。さっきの樹影の暗闇か。何も見えない。え、周囲。窓も何もない。閉ざされた空間だ。自分がどっちを向いているのかもわからない。確かに。暗ですね。考えよう。クソやられた貸り主の仕業か。やっちゃうぞ。1% の一人にしてしまおうか、お前は。この闇は樹影の影響。ここに俺を閉じ込めておく気か。どうであれ、すぐ殺されなかったのはラッキー。今のうちに脱出方法を探さないと。何も見えない。明かりになるものがあれば。呪詛玉を引かれる。本庄七不思議置いてけぼりの呪詛玉。現在の再婚量 1% だ。クソザコ。え、明かり。手殴りで移動してみるとすぐに壁にぶつかった。壁はコンクリートか。そんなに広い場所ではなさそうだ。なんだ。え、何。いや、なんだ。腹が痛い。痛い。え、酒。痛い。え、確かにさっきの例もさ、お腹に刺してたもんな。切腹大きい衣装を死亡。ごめん、大きい衣装をごめん。なんとどうやら有村様の望まない結果に進んでしまったようですね。はい。え、これは私の勝手な推測ですけど、あの暗闇を何とかする方法があればどうにかできるのではないかと、いや、思ったんですよ。どうにかできる方法を探した結果なんです。結果ですよ。お腹痛い言い出したんですよ。なんか、翔吾くん。ご安心ください。あなたが樹影に近づく直前から、いくらでもやり直すことが、え、そこから？あ、そこからやり直すんですか。やり直しましょう。かしこまりました。暗闇ではもたもたしてはいけませんよ。ほう。じゃあこれ様子見た方がいいってことよね。近づくなってことか。様子見とけ。いや、不用意に近づくのはやめてよ。こう、お腹が痛くなる。で、様子とりあえず、すぐに何かしてくる様子はない。誘ってるのか。いや、様子を見よう。近づくのはダメって聞いたから。暗闇をどうにかする方法を、探せばいいって言ってたよ。暗闇をどうにかする、どうする。このままじっとしていることで相手の呪いの条件を踏む可能性がある。今ならまだここから立ち去ることも。あ、一回さ、他行こっか。ここでは今何もできんってこと。明かりを持ってないから別に行こう。種目橋付近。ほう、ここなんて言ってたっけ。送り拍子木の引き金があったという。拍子木橋付近をしばらく歩き回ってみた。この辺の特に気になる人物や現象見つからなかった。強いて言うなら、はあ、さっきそこで誰かが振ってたであろう100円ライターを拾ったくらいだ。呪い相手に火が効くのかは分からないが、何かの役に立つかもしれない。わ、しかも火つけづらいやつ。100円ライター、あれでしょ、コンビニでカートン買ったらもらえるやつですね。いや、今それこそこれライターを手に入れたから、これで行ったらいいんじゃない。最悪明かり持ってるから、ここで近づいてさっきの場所にもう一度連れ込んでもらう。何か起きてくる様子はない。これ近づいてみてさっきの場所まで行ってみよう。そうだよね、お腹に刺してるから
なんでこんなことになってるんだろう。で、誰かに今から連れ込まれるでしょう。沖江翔吾連れ込まれる。いや、でもね、次大丈夫。沖江翔吾ね、今度ね、ライター持ってるから。真っ暗闇で何も見えない。これで、持ち物で100円ライターをつけてみよう。そうだ、さっきの100円ライターと、やん。ちょっとしか見えない。いや、もう沖江翔吾の無事 T しか見えないよ。よし、着いた。これで少しでも見えれば。え、うわ。何が？くそ、失敗か。明かりが少しでもあるとダメなのか。誰かいるな。走り主か。しまった、逃げろ。あ、重速押し！逃げやがった、あいつ。うわ。なぜ。こば！最後、コダックみたいになっちゃった。ああ。やっぱね、危なかった。走り主の姿は見えなかったが、うまくやったみたい。え？走り主自体をこんな簡単にやっちゃっていいの？え、めっちゃ増えたんだけど。え、20% 以上増え、29% 増えたってことね。暗闇と明かりが呪いに関係していたということは今のは消えずの暗闇だろうか。七不思議の話と呪いの条件には関連がある。これは今後のヒントになるかも。まあ条件の一つになるってことだよね。まあ変な話、足洗いのおじさんの話あったじゃん。足見せちゃダメとかあるんじゃない。足を洗っちゃダメとかね。持ち物は変わってないでしょ。この部屋もういいの。さっきのが消えずの暗闇だったとすると、その呪いの発動条件は明かりの消えた場所と、場所にいる対象を呪い殺せるとか、そんなことところだろうか。暗闇じゃないと発動できなかったってことか。小さなライターの明かりで防げたのは本当に助かった。なるほどね。ちょっと一回さ、ベロも青くなってきたから、ちょっと休憩してきていい？さあ、休憩してきたので、ね、ベロが元気になりました。ベロが元気ってどういうか。あんま良くない。え、どうしよう。もう一回戻ってみようかな。このなんとか橋付近。種目橋付近。ここさっきライター拾ったぐらいで何もなかったんだよ。特に何もない。え、じゃあここは、じゃあもう一個のとこ行ってみる？こっちか。宝厳寺橋。ここはなん、ん？おやおや。送り提灯ゆかりの場所と言われている宝厳寺橋に来た。送り提灯ってことは、いや、先に見てた方がいいよね。ある程度の話は理解しとった方がいい気がしてきたわ。宝厳寺近くの暗い道を歩いてると、少し先に人もいないのに提灯の明かりがぼーっと浮かぶ。人いたんだわ。人いたんだ。ゴリゴリのヤバいやついたんだわ。明かりを持たないものを行き先や案内してくれてるありがたいものであるとする説や、ついていったものを道に迷わせる代わり。ってことは、明かりとかがあったらそれに注意することと、できればついていかないっていうことが、ついていきたくなるよ、こんなやつ。何やってるんだろうと思うけど、何があってもついていくのは大きいでしょう。これ見よがしの橋の上に誰かが立ってる。ちょっと一回様子見ておこうね。あおう！おっと、それには及ばない。どうせ僕が話しかけるからね。くぅ面白いやつ来ちゃった。うわ。おっと、なるほど、そういうことか。これは驚いたね。なんだ貴様、誰だ君は。こっちのセリフ人違いだったなら素直にそう言えって、バカめ。何こいつ、ベルトでかっ。見ていい、こいつうるさいから、いるだけで。深夜2時を過ぎるとさすがに周囲の人通りほとんどない。いわゆる草木も眠る牛水時というやつだな。言ってんの、よくこいつ目の前にしてそんなこと考えれたね。宝厳寺橋は両端は石造りで、橋の中央は鉄製という珍しい形状をしている。へえ。この下を流れる大横川、大横川、ちょっと読めないんだけど、江戸時代に掘られた運河らしい。これって今でもあんのかな、こういう場所って。ちょっとわかんない。ちょっと土地感は私ないから、間違ってたらごめんね。
なんともうさんくさい男だが、このタイミングでこの場所にいたのなら、走り主の可能性は探ってみる。そうだね、ちょっと一回話すか。よし、君から名乗っていいぞ。ありがとうございます。おきいえです。俺はおき、おっと、水知らずの相手に軽々しくなるのない方がいいぞ、青年。そうだな、おきいえ翔吾、今のはおきいえ翔吾が悪かった。確かにそう簡単にプライバシーっていうのを教えちゃダメかも。暴力や権力が支配する世の中はもう終わった。これからは情報を制した者が制する世界となろう。覚えておくといい。あんたは名乗れって言ったんじゃないか。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、そういった個人情報には君が思う以上に価値がある。大切にしたまえ。いや、ま、あの、一つも間違ったことは言ってないんだけど、鼻につく。なるほど、口が硬そうだ。そして僕の名前はカイ・リヒだ、探偵だ。言ったこと。名前も職業も言った。カイさんね、おい、自分で言ったこと忘れてないから、何これ、めんどくせえ。ん？探偵？そう。秘密を扱うのが生業だ。あ、だからそういうのにうるさかったんだ。よって、これ以上の情報を僕から渡すことはないと思ってくれ。前振りな気するわ、こいつ。まだいいぞ。それを理解してもらうために伝えた。お、私立探偵カイ・リヒタ。リヒタってかっこいいけどね、めちゃくちゃ。人物リストでも、あ、でもこれぐらいしかないのか、情報。もっとずらって書いてたら面白かったんだけど。あんだけ個人情報がって言ったのに。なんか、カイ・リヒタかっこいいのに変わってるよね。探偵がここで何をしていた？もちろん仕事だよ。それ以上は言えない。そういう君は何しにここへ？なぜここで立ち止まった？ここが目的地だったようだが。聞く。怪しい男がいたから。どう探した？まあ、怪しい男がいたからだよね。ちょっと見ちゃったよね。そりゃ、怪しい男が、あんたがいたからだ。なるほど。では質問を変えよう。怪しいと思った男にわざわざ声をかけようと思った理由は何だ？いや、あの、声をかけようとしてないんですよ。様子見ようと思ったらお前から来たんだよ。え？実は今、人を探してるんだ。その情報が欲しかったからあんたに尋ねてみようと思って。なるほど。そういうことなら僕も手助けできるかもしれないね。さて、君が探しているのはどんな人物なんだい？言っていいのかな？いや、でもこいつ自体はそんなに悪いやつじゃなさそうだけど、でも今は全員を疑ってかかった方がいい。最悪、夜明けまでは全員を疑った方がいいぞ。送り提灯だ。ああ、人物というか、実は送り提灯を探していて。送り提灯、聞いたことありますか？そうか。本庄七不思議だね。ちょっと待ってね。送り提灯で会ってたっけ？安頓な気もしてきたな。送り提灯で会ってた。ごめんなさいでした。ああ、実は知り合いの女の子はそういう話が大好きでね。牛見つ時にここに送り提灯が出るからって。そそのかされたんで、試しに来てみたんだ。あは、なるほど。君はロマンチストなんだな。しかし僕はさっきからここにいるけど、残念ながら提灯らしきものは出てないな。ああ、そっか。そうだよね。ありがとう。でももう少し待ってたら出るかもしれないよ。一緒に待つかい？いや、それは遠慮しとく。ちょっとね、あの、君と一緒にいることでだいぶ疲れてしまう。そっか。お役に立てなくて残念だ。え、だけなの？こいつ。ん？あ、そうだ。ところで君。火は持っていないかい？火？タバコでも吸うのか？100円ライターでよければちょうど持ってるけど、え、いいのか？おー、なるほど。ありがとう。それなら大丈夫だ。いいのか？え、何よ？なんでそんなこと聞いてきたの？え、ちょっと待って、考えていい？こいつは貸しの人は関係なさそうだな。ここへ行こう。もしずっとこの場にいたのなら何かを目撃しているかもしれない。この男とはあまり関わらない方がいい。いろいろと面倒くさそうな気がするが、それは同意だけど、なんで火を持ってるかどうか聞いたの？あ、これじゃない？
明かりを持たないものを行き先へ案内してくれているありがたいもの。明かりを持ってなかったら条件が揃うんじゃない、あいつにとってってことだよね。今僕は100円ライターという明かりを持ってるからダメだってことだ。じゃあ僕は仕事に戻らせてもらう。君がここから去ったら見られてまずいのか。もちろん秘密の仕事だから。いや怪しい、立ち去れよ。じゃあ移動するか。よし、この辺もう回り終えたな。他の場所へ向かう。次はまずさっき南割下水道路の先にある緑町公園付近が津軽太鼓、そこから北にあるバカ林の場所には今は駒形高校という学校があるし、この辺りか。いっぱいあるな本当に。まず公園行く。緑町公園いるなぁ、サスペンダーがいるなぁ。七不思議、津軽の太鼓のある緑町公園に来た。誰かいるぞ。大きいでしょう、待って。まず近づく前に津軽太鼓の情報を見とこう。津軽の太鼓、緑町にてひときわ広い敷地を誇っていた弘前藩津軽家大名の上屋敷で火事を見張る。あったな、なんか 見た気がするな。通常火事を知らせる際に太鼓を鳴らすのは常備消しという役人だけに認めてられており、大名屋敷では晩儀を鳴らす決まりになっていたが、この津軽屋敷の火の目櫓ではなぜか太鼓を鳴らすことが許される。どういうことなんだ、何が条件になるかが分かんないな。ちょっとずつ探るか。二人いるけど、男が二人、中年男性と若い男が何をしているようだ。ぼやっとしてるからわかんないけど、ちょっとおっさんずらぶっぽくない？貸し主の可能性は十分ある。バレないように少し様子見てみるか。距離があるから会話を聞き取るには集中してしばらく見てないとダメだな。相手に見つかりそうになったらすぐ視線移動で木の裏に隠れる。え？どういうこと？この辺りにいたらしいですけど、誰もいませんね、ボス。こっち見たら視線を変えろってことよね。慌てなくてもいい。夜明けまでには何かしらの動きを見せるはずだ。まだバレてない。そうですかね。いや、それにしても七不思議が。いや、変な区切り方するな。あれ、今なんか後ろで物音しまって。隠れて。隠れて。おい、そこにいるの。大きい衣装がすぐ見つかったじゃん。